それで、ちょっと8月3日、おとといに新しいアルバム You and Me というのが発売になりました。僕7枚目のアルバムなんですけど、その中にバースデーソングという曲が入ってまして、ちょっとね、レイさんのお誕生日をちょっとお祝いして、この曲をちょっと心込めて聴きたいと思います。やっぱやめようかな。ちょっと待って。レイさんの二十歳の誕生日をお祝いして、バースデーソングを聴いてください。Thank you.
おめでとうございます。